ちら火力調整所隣接高速に配置した MLRS により揚陸中の上陸用修正を制圧する。 MLRS および80一泊射撃開始。 MLRS 発射。80一泊発射。初番短縮2番目短縮MCV および WAPC が空砲射撃を実施します。大きな音がします。ご注意ください。こちら MCV 隊セキュリティを受けている。戦闘部について鉄鋼撃退。CV が射撃により援護します。戦闘部反対速攻撃退。続いて水陸機動団機関による揚陸戦闘の一部である水陸両用戦闘車通称防衛軍医療により、水陸戦闘機関による援護のもと上陸前後の合同を取り、水陸機動団は我が国唯一の水陸両用作戦部隊である。まずですね、はい、歌との出会いについて教えていただきたいと思います、はい。歌との出会い、歌うことがきっかけとなったのは、もともと小さい頃から歌うことは大好きで、小学校の音楽の先生に音楽の授業で結構大きい声で私がみんなと一緒に歌うのに一人で大きい声で歌っていたのを、音楽の先生が歌うの好きなのっていうふうに聞いてくれて、そしていい声ねっていうことを言っていただいて、そこからさらに歌うことが楽しくなって、そこが歌うっていうことが楽しいなと思うきっかけです。